Jaws.皆さんこんにちは、レガテドリブル塾たくやです。今日は両利きになるための練習法っていうのを紹介したいと思います。僕も子供の頃そうだったんですけど、僕右利きなので左足があんまり使えない選手でした。まあ苦手っていうか、なるべく右足でシュートもドリブルもパスも全部右足でやるような選手だったんですけど、やっぱりサッカー選手にとって両足器用に使えるっていうことはかなりプレーの幅も広がるし、いろんなことができるようになるので、両方使えるようになるのが一番ベストだと思います。利き足じゃない方の足がちょっと苦手っていう選手にとって、今日の動画が少しでも参考になれたら幸いです。今回僕が紹介する練習法っていうのは一人でもできる練習内容になってるので、ぜひ自主練とかでもやってみてください。1日30分からできる内容になってます。それではやっていきたいと思います。はい、それでは早速説明の方に入っていきたいと思います。4つのステップに分けて説明していきます。まず1つ目はバランス、2つ目がリフティング、3つ目がドリブル、そして最後の4つ目がパスです。4つのステップに分けて練習内容を説明していきます。最初のステップ1のバランスについてなんですけど、実は利き足と反対の方の足、つまり逆足でボールを扱う時っていうのは利き足でバランスを取るっていうことがとっても大事です。まあ、ほとんどのプレーでそうだと思うんですけど、キックする時もドリブルする時もトラップする時も必ず一瞬片足立ちになる時間があるはずです。トラップする時にしても、もし右足で止めるんだったらこうやって一瞬片足立ちになってるし、パスを出す時も軸足を置いて蹴るので一瞬片足でバランスを取るっていうことが必要です。もちろんシュートの時もそうだし、ドリブルだってこの一瞬タッチしてる時には一瞬必ず片足立ちになってるはずです。なのでこのボールを扱う上で軸足の使い方っていうのはとっても大事で、ここのバランス感覚っていうのも必要になってきます。だからまずは軸足でうまくバランスを取るっていうことをトレーニングしていきたいと思います。まずバランス感覚を養うトレーニングの一つ目は、足裏でボールを前にこうやって出しながらちょっとずつ進んでいきます。でこの時僕の場合だと右利きなので、左足でボールを扱って右足でバランスを取るような形です。この感じで軸足を片足ケンケンしながら前に進む。でまた5メートルぐらい進んだら、今度は下がりながらボールを引きながら後ろにバックステップするような感じで進んでいきます。でこれが終わったら次、今度は足裏で左右にこうやってボールを動かしながら進んでいきます。横にこうやってちょっとボールを動かしながら前に進んでいきます。でこの時ももちろん軸足は右足ですね、右足はバランスを取っているので、ここでバランス感覚を鍛えてる感じです。で今度はまた同じように左右にボールを動かしながら後ろに下がっていく感じです。この時も右足、軸足はバランスを取りながら左足でボールタッチを行います。まあ最初はだいたい1往復ぐらいからでも大丈夫です。今度はこうやって足裏だけを使いながら軸足を中心にして円を描くような感じでボールを動かしていきます。もし慣れてきたら少しずつ速くしてください。細かく速く触ってこうやって軸足を円の中心にしてこうやって円を描きながら、やったら分かると思うんですけど、結構軸足がだんだんきつくなってくるんですよ。でこの軸足がきつくなってくるっていうのがとても大事で、軸足が疲れてるってことは軸足をそれだけ使えてるってことなので、まずはこれをやってみてください。このステップ1のバランス感覚を養うトレーニングが5分です。5分を目安にしてやってみてください。続いて2つ目のステップ、リフティングです。リフティングはサッカーの中でも基本中の基本で、サッカーが上手い人でリフティングが下手な人ってあんまり見たことないと思うんですけど、それぐらい大事な部分だと僕は思ってます。で同じようにリフティングも得意な方の足だけじゃなくて、逆足、つまり僕の場合だと左足でもできるようにしておくっていうのは大事なので、逆足でもしっかりリフティングできるように練習しておきましょう。でこのリフティングも1つ目のステップで説明したバランス感覚を養うっていうことにもつながっていきます。早速練習内容を説明していきたいと思います。これは全て逆足で行ってください。つまり利き足と反対の方の足ですね。僕は右利きなので全て左足で行います。まずは逆足でリフティングをすることに対して苦手意識がある選手はここから行ってみてください。こうやってまず逆足と同じ方の手でボールを持ってボールを落とします。で落としたボールをそのままインステップでタッチしてキャッチします。この時注意してほしいのは、手をあんまり動かさないように、もう脇足締めた状態でキャッチできるように意識してください。こんな風にそのまま手に返ってくる感じで、手を動かすっていうよりは自分の手に収める感じでまずは意識します。今度は手を使わずに足だけでリフティングを行います。で最初からノーバウンドやるのは少し難しいかもしれないので、最初ワンバウンドから始めてみてください。ワンバウンドからこうやってついたボールをまずはリフティングしていく感じです。1回ずつやるのが簡単だとしたら、これを1、2、ワンバウンド、1、2、3、ワンバウンド、1、2、3、4、5、
ワンバウンドって感じでちょっとずつ回数を増やしていきます。とりあえずこれを10回連続でまずはできるようにやってみてください。でこのワンバウンドリフティングができれば、もう最後はこれをノーバウンドでやるようにします。逆足だけでリフティングします。利き足は一切使わないようにします。で僕は右利きなので、こうやって左足だけでリフティングを行うんですけど、これをだいたい逆足だけで50から100回ぐらい行けれるようになるのが一番ベストかなと思います。結構やってたら分かると思うんですけど、逆足だけのリフティングって結構軸足も疲れてくるんですよ。これもさっきのステップ1で説明したバランス感覚っていうのにつながってくる部分なので、ぜひこれも一つのトレーニングとしてやってみてください。ステップ2のリフティングはだいたい10分を目安にしてやってみてください。3つ目のステップでは逆足でのドリブルボールタッチ感覚を養っていきます。今回僕はマーカーを用意してるんですけど、マーカーじゃなくても何でもいいです。靴とか、手袋持つは手袋とかでもいいんですけど、本当にアバウトな感じで、目安何メートルとかっていうのは特にないので、だいたいでいいのでこうやって2つ並べておきます。でこうやってマーカーを並べたら、まずは直線ドリブルとターンからやります。こうやってボールタッチしながら進んでターン、マーカーのところまで行ったらターン、マーカーのところまで行ったらターンっていう感じで、こんな感じでやっていきます。でこの時気をつけてほしいのは、ボールタッチを常に細かく触ってください。大きくドリブルするんじゃなくて、細かく、なるべく細かく触る、細かく触ってターン、細かく触ってターン、細かくタッチしてターンっていう感じでやっていきます。間に休憩挟んだりしてももちろん OK です。次2つ目は8の字ドリブルです。こうやって8の字で進んでいきます。これも同じように左足だけで細かくタッチして、インサイドとアウトサイドをうまく使いながら8の字をこうやって書いていく感じです。ボールタッチは細かくしながら、軸足もこうやって細かくステップを踏んでください。でドリブル編のこの最後のステップとしてはちょっと応用編なんですけど、今の8の字がうまくできるようになってきたら、今度はこうやってシザースを入れて進んだりとかもやってみてください。特に決まりはないのでランダムでこうやって入れてみてください。細かいテクニックとかもちょっとこうやって入れたりしながらやっていきます。足裏ロールとかでもいいですし、シザース入れてインサイドで、ショップ入れてアウトとか、いろんなやり方があると思うので、少しずつ左足が使えるようになってきたらぜひチャレンジしてみてください。4つ目のステップはパスです。これは公園とかでもいいんですけど、壁とかが必要になります。もちろん友達と練習したりとか、お父さんと練習したりとか、2人1組でもできます。やり方自体はとっても簡単です。まずはインサイドで壁に向かってボールを出して、跳ね返ってきたボールをトラップします。じゃあインサイドでこんな風に跳ね返ってきたボールを止めて出す、止めて出す、止めて出すっていうのを繰り返してください。これも同じように左足だけを使います。この時期大事になってくるのは、さっきも言った軸足もボールがこうやってずれたりしてもしっかりステップを踏んで左足で止めれるように、こうやってずれたとしてもステップ踏んで左足で止めれるように出して左足っていう感じで、で次の2つ目なんですけど、このパス&コントロールに慣れてきたら、今度はこれをダイレクトで行うようにします。インサイドだけを使って、跳ね返ってきたボールを今度はダイレクトで、ダイレクト、ダイレクトで行います。これも同じように左足だけを使ってパスを出すようにしてください。左足のインサイドだけを使ってしっかりボールを捉えます。こんな感じでダイレクトパスを練習していきます。で今度はこのパス&コントロールとダイレクトパスに慣れてきたら、応用編としてロングパスもチャレンジしてみてください。できればこうやって友達とロングパスの練習しながらやった方がトラップの練習もできるし、いいと思います。もし一人でやる場合でも、壁とかフェンスに向かって蹴るっていうやり方でも OK です。これも同じように左足だけで蹴ってみてください。で、 できればトラップも左足を使うようにやってみてください。最初は近い距離から始めて、慣れてきたら少しずつ距離も遠くして蹴ってみてください。あー、ダメだな。この時左足でロングボールを蹴る時に大切なことが、利き足で蹴る時のフォームと同じように蹴るように意識することが大切です。
はい、という感じで練習メニューの説明は以上になります。で、今日やった練習メニューは1日30分でもやれば十分です。これを毎日やれば2週間で本当に変わってくると思います。ただ一番難しいのは続けることなんですよね。僕もそうなんですけど、続けることってとってもパワーがいります。なので、まあ、30分を目安にしてるんですけど、もしそこまで時間がなければ15分とかでもいいので頑張って続けてやってみるようにしてみてください。利き足だけじゃなくて逆足でも本当に器用に蹴れるようになったり、器用に運べるようになったりしたらプレーの幅も広がってサッカーがより楽しくなると思うので、もし本気で両足使えるようになりたいっていう選手は今回の動画を少しでも参考にしてもらえたら嬉しいです。今日もしこの動画が役に立った、面白いと思っていただけたらグッドボタンをよろしくお願いします。今後もこのようなサッカーの動画をどんどん YouTube 内で発信していく予定なので、チャンネル登録がまだの方はぜひこちらの方からチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。 See you next time.